花市場へ行ったら、見事な白いアジサイに出会いました。アジサイが咲く頃には、梅雨が始まりますが、梅雨は、生花期に必要な農業用水などを蓄える重要な時期ですね。私はゲーテが好きなのですが、ゲーテは雨を水の皇帝と言いました。それを知ってから雨が好きになりました。雨とアジサイはよく合いますね。それもそのはず、英語名のハイドランジアは水の器の意味。けれど、日の光も大好きなアジサイ。日当たりを好む花です。それはそうと、今回は色で味わう多国籍料理の献立なので、白でコーディネートするのは理にかなうのではないかしらと思い、胡蝶蘭の切り花と一緒に持ち帰りました。そして白いテーブルクロスにしようと、布を切ってアイロンをかけ、白い花を飾ると、部屋全体がパッと明るくなりました。前置きが長くなりました。さあ、早速、お料理に入りましょう。今日の献立は、色をめでる多国籍料理。ロシアの食材、イタリアのパスタ、それにパリで食べた海藻バター、それに合わせてパンをこね、シャンパンにオレンジジュースを加えたミモザ。デザートはメロンを乗せたレアチーズケーキ。では、前菜の一皿から始めましょう。ビーツです。ロシア料理には欠かせない野菜ですね。ルビー色の赤に魅せられました。味、想像つきますか？ほうれん草のように土臭さがありますが、味はまるでヤングコーンのよう、歯触りはカブか大根に似ています。このくらい大きいと、小一時間、ゆっくりと煮ました。ビーツの 150g 分を皮をむき、適当に切っておきます。鍋に生クリーム 70cc を熱し、寒天粉小さじ1を加えて2分間よく攪拌して煮溶かします。寒天はしっかり煮溶かすことが失敗しないコツです。滑らかに混ざり合ってきましたね。ミキサーにビーツとマヨネーズ大さじ4、レモン 10cc、塩少々入れ、寒天粉に溶かした生クリームと一緒に攪拌します。次にエビとホタテを茹で、一口大に切り分けます。そして軽くトーストしたパンを切り抜きます。クッキングシートを敷き、トーストをその上に乗せて、型をかぶせます。そこのトーストの上に、エビとホタテを積み上げます。それでは、ビーツのソースを注いでいきましょう。まるでお菓子のような色ですね。酸っぱみのある味付けで、初夏にぴったりの爽やかな一品に仕上げます。それでは冷蔵庫で冷やして固めましょう。ビーツのムースに添えるクリームを作ります。生クリームを泡立てます。きゅうりを
すりおろして軽く絞ります。塩少々、マスタード小さじ1、それにきゅうりを加えて和えます。さあ盛り付けです。いくらを盛り、浅月を飾り、マンゴーを添えました。ビーツが残っているのでポタージュを作ります。バターで玉ねぎを炒めます。玉ねぎが少し透き通ってきたら、ビーツを加えます。水を注ぎます。沸騰したら火を止め、ミキサーに牛乳を注いでおいて、そこに煮えた鍋の具材を加えて攪拌します。ビーツはスーパーフードの一つと言われています。ビタミン、ミネラル、食物繊維を含む栄養価のとても高い野菜なんですね。ビーツの赤い色素ベタシニアンはごく一部の植物にしか含まれていないとても貴重なポリフェノールです。強い抗酸化作用があるので、活性酸素を除去し老化を防ぐ働きをしてくれます。またカリウムが豊富で、余分な塩分を体の外へと排出してくれます。血圧が低下し、高血圧の予防にも効果があるんです。さらに、鉄分も豊富です。赤い色からの連想と合わせ、食べる輸血とも言われています。味付けは白味噌、とてもよく合います。クルトンを作ります。パンを8ミリ程度の角切りにしてオイルで揚げます。オイルにニンニクのスライスを数枚入れると、クルトンが香り付けされ食欲が増します。ビーツのポタージュができました。朝月の小口切りにクルトンも浮かべ、白味噌仕立てとは誰も気づきませんでした。海藻バターを作ります。市販品の乾燥した海藻サラダを使います。何種類かの乾燥した海藻が入っているんですね。それに水を少々加えてから絞って細かく刻みます。焼き海苔も加えます。それをバターと混ぜ合わしたら出来上がり。フォーシーズンズホテルジョルジュサンクパリのメインダイニングルサンクで食べた海藻バターの味が忘れられずに作ってみるのですが、簡単なようでなかなか難しいです。
バターを電子レンジで少々温め、海藻を混ぜ合わせます。それならパンも作らなくちゃと焼きました。焼きたてのほかほかはやっぱり美味しいです。今日のメインディッシュはタラバガニのパスタですが、その前にデザートのメロンを乗せたレアチーズケーキと飲み物の準備をしておきます。レアチーズケーキの土台になるビスケットを砕きます。ジップ袋にビスケットかクッキーを入れ、その上から綿棒を転がし砕きます。生クリームか溶かしバターを加えて揉み、しっとりさせます。底の外れるケーキ型に敷き詰め、冷蔵庫で冷やします。その間にレアチーズケーキの種を作ります。クリームチーズを電子レンジで30秒ほど温め柔らかくし、砂糖を加え滑らかなクリーム状になるまで混ぜ合わせます。ギリシャヨーグルトを加えます。このギリシャヨーグルトは通常のヨーグルトに比べ低糖なんです。そしてタンパク質は2倍。タンパク質が豊富だと食欲が抑えられるんです。タンパク質を取らないと食欲は抑えられないんですね。低カロリーで腸内環境も整えてくれることはすでに明らかですよね。レモン果汁も加え、好みの酸味に調節してください。生クリーム 150cc を加え、よく混ぜ合わせます。そして残した 50cc の生クリームを火にかけて沸騰させ、寒天粉をしっかりとよく煮溶かします。粗熱が取れてから、レアチーズケーキの種に混ぜ合わせます。そうしないと温度差で寒天が生地に混ざりきらないうちにダマになって固まってしまうんですね。冷蔵庫で固めておいたビスケットの土台に生地を流します。冷蔵庫で冷やし固めます。その間に上に飾る果物を切って用意します。可愛らしいサイズのメロンが手に入ったので、今回はそれを使いたいと思います。では固まったレアチーズケーキの上に並べていきます。
それでは食前酒に配合するオレンジジュースを作っておきましょう。日光の金谷ホテルで有名なジョン金谷麻布というレストランが昔ありました。そのバーで知ったオレンジジュースの作り方です。茶こしで種や果肉をこすのですね。食事の時に冷やしたシャンパンを注ぎましょう。さあ、それではメイン料理、今日はタラバガニのトマトソース仕立て、お家ならではの贅沢パスタです。やや太めで短くねじれた形でもちもちとした食感のフジリカラブレーゼという生パスタを使います。真っ赤なイタリアントマト、このお尻にナイフで十字の切れ目を入れたら、熱湯にくぐらせて冷水に取ります。こうすると皮がつるんとむけますね。このトマトをソースにしていくのに、まずは平鍋にオイル大さじ3を入れ、ニンニクのかけら1個をスライスして炒めます。このイタリアントマトはナポリ近郊のサンマルツァーノ地方の名産で、果肉が厚く火を通すと旨味が増すトマトなんです。トマトは低カロリー、それでいて様々な栄養成分が豊富。美肌効果や風邪予防に役立つビタミン C、老化を抑制するビタミン E、 塩分の排出を助けるカリウム、腸内環境を整える食物繊維も含んでいます。これは奇跡の野菜といわれるビーツと一緒ですね。トマトで特に注目されるのはリコピンですよね。なぜならリコピンの抗酸化作用は強力だからです。ビタミン E の100倍とも言われているんですよ。トマトのリコピンをはじめとするカロテノイドは、オイルを使った料理でも熱に強い性質を持っていて、吸収性が高まるんです。高血圧の方にも効果をもたらします。高ストレス作用もあるんですね。それはトマトには野菜の中でも健康機能成分として注目のアミノ酸の一つであるギャバがたくさん含まれているからです。トマトを炒めにして煮つぶしたら出来上がりです。このトマトソースは40年以上前にイタリア人に教わったシンプルで超簡単でとっても美味しいレシピです。カニの殻を調理バサミで外し、トマトソースに加えます。鍋に湯を沸かし、麺を茹でる準備を整えておきます。前菜とスープをいただいてからアルデンテに作りましょう。Close with sunlight, so many were singing.
I can't walk out yet. It could be.